皆さんこんにちは。あなたのハートを狙い撃ち、ダッキンダッキンコバギョンです。はい、皆さんよろしくお願いします。はい、ということでですね、本日はこの動画上がる頃にも4月になったりとも新入生が入ってくるんじゃないかなという頃になってると思うんですけど、もうちょっと時代遅れっていう感じで、まあいろいろ小学院の動画とか出してたらこの時期になっちゃったみたいな感じなんで、ちょっと許してほしいなっていう感じとあるんですけれども、今回は3年生の卒部した先輩方からいただきました吹奏楽部長にやらかしたこと大発表会。今だから言えるやらかしたこととかいっぱいあると思うんですね。それを今回はこっそりコバギョンチャンネルで皆さんに大発表会したいと思います。なのでこういうやらかしをしないように新1年生またはこれから3年生になる方気をつけていただきたいなと思います。それでは早速いきましょう。レディゴー。チューバを階段から落としてボコベコにしちゃいました。チューバって正直重いから階段から落としちゃうっていうのもしょうがないと思う、実際ね。でもチューバってめっちゃ大きいから落としたら絶対にどっかはへこむし、ね、たまにさ、チューバめっちゃベコベコの学校あるじゃん。多分そういう歴史たちが詰まっているんだなぁと思うんですけども、まあ、この話何回も私の動画でしてるんですけど、チューバがベコベコって言ったらこの話しかないんです。私が高校3年生の時に文化会館で航空部練習してたんですね。で、その時にチューバのトップの子がめちゃめちゃいい楽器を使ってたんですよ。綺麗で新しい楽器を。で、その子って結構ちょっとなんか抜けてるとこいっぱいあるなみたいな、遅刻もしちゃうし、結構ぼーっとしてる子だし、声抜けてるとこあるなみたいな感じなんですけど、楽器はめっちゃ上手だったんですね。で、楽器はすごく大切にしていたですよ、その時までは。その時に落としちゃったりしてベコベコにしちゃったんですよね。落としたというか飛び降りたというか、段から飛び降りてチューバをベコベコにしてしまって、もう本当にめっちゃ大問題。その後のなんかミーティングとかまで地獄の空間だったので、私はその地獄みたいな空気の後に地元のお祭りにのんのんと行きました。よろしくお願いします。とある曲の楽譜をなくしていつも記憶で頑張ってました。楽譜ってなんか例えられてるとかちょっとあるんですけど、私の高校はもうそうはいかないんです。なんでかっていうと、今は人数そんなに多くないからわからないけど、私たちの時は 2,3 年生で150人ぐらいはいたんですね。なので一人一人が譜面台を持つと入らないです、セッティングに。だからもうセクションで一緒に見るみたいな、2人一緒に見るみたいな感じなんですけども、その楽譜を用意するのは2年生下級生なんですよね。1年生はその合奏に入らないので、基本的にコンサートの合奏っていうのは踊りをやったりとかまあいろいろするので、演奏はあんまりしないんですね。なので 2,3 年生が中心で2年生が楽譜を用意するんですけども、楽譜がないと先輩にたま怒られるんですね。だから楽譜がないなんてことがあったら本当にもう地獄。楽譜がないってことは演奏する気がないってことだよね、じゃあやる気ないってことだよねっていう話になっちゃうみたいなので、本当にまあかわいそうだったんです。私パーカッションなんで一切そんななかったんで、本当にありがたいパートだなと思っているんですけども、本当に大変そうでしたね。特にサックスとか、私はね上から見ておりましたけど、そういうもの高みの見物させていただいておりました。自分とは関係ないところで返事をしたとき、これさ、吹奏楽部って基本適当に返事してるのね。はい、はい、はい。だから、もう、はいとか、すいませんが結構もう自分たちのボキャブラリーにそれしかないから、先生に言われたらそのどっちかを召喚するみたいな感じなんだけど、マジで口で言っちゃうときがあって、で、なんか怒られてるときとかもさ、ラドバラドバラドバ、はい、ラドバラドバ、はい、反省してないのか、はい、みたいな言っちゃうとさ、反省してないで返事すんじゃないよなんでもはい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 言ったんじゃねえよみたいな怒られたことも、なんだ気にしもあらずっていう感じですよね。まあしょうがないよね、これは。でもダメだよ、大人になってやっちゃね。本番前に隣のクラの子のリードに服を引っ掛けて割った。クラの子めっちゃリードミスしてた。マジごめん。これはマジでやらかしたし、クラの子はマジで怒っていいと思う。私がクラネット奏者だったら、お前さ、かるよね、リードはうちの命やねんってなるかな。そういうこともあるよね。でも、本当にその子にとっては、殺してしまいたいぐらい、ふざけんなって気持ちだったとは思います。私一生言い続けるよ。マジでチェミ先輩に服引っ掛けられて、そう、あの時マジで本当にめっちゃリードミスしてたじゃん。マジチェミ先輩のせいだからね。マジありえないよね。ってマジで10年経っても20年経っても言い続けます。お菓子で舞台にしました。お菓子を食べてたんだろうね、練習中に。そしたら舞台になる。まあ舞台はやりすぎかなと思うけど、まあでも結構やらかしてはいるよね。舞台にしたといえば、私も舞台にしたことはないんですけども、部のツイッターを止めたことがありまして、まあこれも何回か動画で言ってるんですけども、私が高校1年生の時に母校の悪口をツイッターに書いてしまったんですね。本当にあの時は未熟だったなと思うんですけれども、それが先生に伝わりツイッター禁止という風になり、まあ、まだ詳細を知らない人たちもいっぱいいるわけじゃないですか。なんでなんでっていきなりどうしたって、それがもう徐々にこう噂で広まっていって、でもう私マジで肩身めっちゃ狭かった。その時初めてマジで先輩怖えって
って、で申し訳なさすぎて怖いと思ったし、あの時の空気感やばかったですね。誰も見ちゃいないんだろうけど、私のことめっちゃみんなが見てる気がして、本当にやばかったあの時はね。まあそういうこともありました。本当にすいませんでした。先輩たちも私のことよく思ってないよね。そんな当たり前だけど、その時はもうインスタのストーリーみたいな感じだったの。うちらのツイッターといえばね、もうそれぐらいもう主流だったので、ごめんなさいって感じです。ティンパニーふざけて運んでて、勢いつけすぎて劇場の裏に穴開けた、ごめんなさい。これマジで一生言えないやつだよね。まあなんか身内とかあったら言うかもしれないけど、マジでガチで本当に焦ったやつだよね多分。まあ、ふざけて運んでたっていうの結構重要で、それまでめっちゃさやばいやばい、マジでマジでいけない穴開いた、穴開いた、取りまさ行けばだ、取りま大丈夫っしょ、マジでこれ絶対、絶対何も言っちゃダメ、マジで墓場まで持ってってってなるよね。そんなやんちゃな時期もあるよねって感じ。私はないですよ、そういった時期はね。うん、男子半分食い散らかしちゃった。やってるね。でも一つだけ言わせてほしい、水分の男子なんか食って楽しいっていうのと、自分は食った側だと思ってるのやめた方がいいんじゃない。もしかしたら男子の間であいつマジですぐやられたすぐやれるよってなってる可能性もあるから、それだけは気をつけといた。なんか私ね、自分を上に見た感じの異性関係の発言って結構痛々しいなと思うので、まあ自分がモテないからなんですけど、自分がそういった経験がないから発言が鼻につくのかもしれないんですけども、友達出したくて話すのは全然いいと思うんですけども、本気でそういう風に自分が優位に立った立場でやってやったみたいな感じで思ってるんだったら、やめた方がいいんではないかなとは思います。はい、お姉さんからの忠告だよ。手が滑って周をコーチの顔面にぶち当てたこと。その時先生はどういう反応だったのかな、大丈夫大丈夫みたいな感じだったのか、あららちゃんだろってなってんのか、違うことを起こってくるのか、そうやってザンブランボに扱ってるから演奏もランボなんだろうとか言ってくるのか、どれだけ分かんないですけど、私もね全然関係ないんだけど、理科の先生のなんか手伝いみたいなのをしたら、みんなの前でじゃあちょっと小林手伝ってよみたいな言われて、でなんかそのバネを伸びる授業みたいな感じだったの。だからこうやってバネをこうやってめっちゃ伸ばしてたんだけど、手が滑ってバッて話しちゃって、それが先生のおちんに当たっちゃったのね。どうでもの結構若いイケメンの先生だったんだけど、あなたのハートを狙い撃ち、ラッキンラッキンコバニャンです、あ今からちょっとと思ってみんなの前で当たっちゃったのが恥ずかしかったのか、結構ガチで私のおでこをデコピンしてきたの、マジで痛かったのね。まあ、その先生がやってくれるデコピン嫌いじゃないのよ。合奏中寝てた、これってやらかしなんですか。私マジ日常茶飯事すぎてこれやらかしだと思う。まあでも普通にやらかしだよね。3年間の中でこれが一番のやらかしってことは、あなたは本当にめっちゃ優秀生ってことだよ。優等生、素晴らしい、吹奏楽に真摯に向き合ってる方なんだなと思います。私は真剣に向き合っていましたけれども、毎日のように眠りについて、まあ要領力サボってたっていう方が正しいかな、要領がいいって言った方が正しいかなと思います。はい、皆さんありがとうございました。いかがでしたでしょうか。エピソードいっぱい聞けたのではないかなと思います。私もね、現役時代めちゃめちゃやらかしてるんです。私の動画見てる方も何個か聞いたことあると思うんですけれども、中には鬼ごっこして反省文書いたりとか、まあそんなこともあったなっていう話でありますので、はい、ということでこの動画が面白いと思ったら、チャンネル登録、高評価、お褒めのコメントお待ちしております。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。